はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条久弥のスケープレディオセッション3。どうも、音楽レーベルスケープレック東京の北条久弥です。はい、本日590回目の放送になります。週末は音楽家として業務提携している会社のパーティーがありまして、年始ほどではありませんでしたが、今回もかなり飲んでしまいました。さて、本日のスケープレディオは次世代 R&B の最重要アーティストをレコメン。本日のスケープレディオは次世代 R&B の最重要アーティスト、エリカ・デ・カシエールをレコメンしたいと思います。まずは簡単にエリカ・デ・カシエールのプロフィールを紹介しますと、デンマークを拠点に活動するシンガープロデューサーがエリカ・デ・カシエールです。ベルギーとカーボベルデの両親を持ち、ポルトガルに生まれ、デンマークの首都コペンハーゲンでアメリカやイギリスの R&B を聴いて育ちます。コペンハーゲンのアンダーグラウンドシーンの中核を担う DJ セントラルにフックアップされ注目を集め、2019年にはデビューアルバムエッセンシャルズをリリース。同作はミックスマグ、ゴリラ VS ベア、ファクトといった海外メディアの年間ベスト作として取り上げられ、日本でも2万公演を成功させます。2021年名門レーベル 4AD からアルバムセンセーショナルをリリース。2024年待望のニューアルバムをリリース。はい、簡単にエリカ・デ・カシエールのプロフィールを紹介したのですが、ディトのヒットでおなじみの K-POP の5人組ガールズグループニュージーンズの EP ギャラップの作曲者の一人として彼女を知っているという方もいらっしゃるかと思います。 4AD のアーティストが K-POP の曲を書いてるのって思う方も、音楽好きであればあるほど思うかもしれませんが、今はそういうジャンルやブランド、国籍、知名度などのボーダーはなくなってきていて、才能が交差する時代になってきていると僕は思います。まさに今の時代らしい理想的な演者と作曲の関係性だと思いました。 GQ ジャパンさんがエリカ・デ・カシエールにインタビューをしている記事をネットで見つけまして、この楽曲提供についてエリカ・デ・カシエール自身が答えておりました。こちらの記事かなり掘っていて、すごくいいインタビューでした。引用させていただきます。そちらによりますと、ニュージーンズのプロデューサーチームのメンバーからコペンハーゲンでセッションを行うのでぜひ来てくださいというメールがエリカに届き、コペンハーゲンの音楽仲間たちとセッションの場に行ったようです。ここでいう連絡をしてきたプロデューサーチームというのは、ヒップホップでいうところのトラックメーカーチームという意味ではなく、おそらく日本でいうところの制作チームの方たちのことだと思います。セッションの現場に行くと、ニューヨークやベルリンなど様々な地域からコンポーザーが集まっていて、友人たちだけではなく初対面の人たちと一緒に楽曲を何曲も制作したようです。しかもそこで作られたドラフトに大きく手を加えずにニュージーンズが歌い、そのまま楽曲がリリースされたものがニュージーンズの EP ゲラップのようです。サウンドにも寄ってくるかもしれませんが、今は昔のように何でもかんでも差し替えて豪華な音にすればいいっていうわけではないので、そのままトラックが使われたっていうのは、ドラフトとはいえすごくクールなサウンドだったんだろうなと思いました。ニュージーンズのギャップも名曲ばかりで、音楽的にもすごくいい作品だと思います。エリカ・デ・カシエールのニューアルバムについてなんですが、エレクトロニックと R&B のブレンドが絶妙で、僕くらいの年齢の人たちが若い頃は洋楽も J-POP シーンも R&B がかなり流行っていたので、そこの世代の方はもちろん、最近の K-POP が大好きな若い人たちにも刺さりそうな声とサウンドだなと思いました。前作はオーガニックな感じも強かったので、ニューアルバムですごく振り切ったなという印象です。それではそんなエリカ・デ・カシエールの楽曲3曲続けて聴いていただきましょう。1曲目は前作よりドラマ、2曲目はニューアルバムよりリード曲でもあるラッキー、3曲目もニューアルバムよりホームアローン。聴いてください。1曲目は前作よりドラマ、
2曲目はニューアルバムよりリード曲でもある Lucky、 3曲目もニューアルバムより Home Alone 聴いていただきました。ラグジュアリーなエレクトロニカと R&B のミックス、エリカ・デカシエルニューアルバム Still は 4AD より発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify Podcast で楽曲も込みで聴けますので、ぜひチェックしてください。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条久弥でした。